26歳です。あ、26歳、はい、若いですね。ありがとうございます。そんな高橋さんね、はい、僕キスしたいんですけども、はい、いいですよ。しようとして、まあ、無言でっていうかね、普通に来てくれる。そういうことか。そうなんですけど、あ、キスなんてもう全然やり慣れてそんなこと言ってるんですか。ません、それはあ、本当ですか。でも一番なんかね、俺キスあー、いいですよって、すげえコンパみたいな OK だったのよ、高橋さん。コンパいます、このコンパ。いますいますよ、まあ、ノリがいいっていう方で、はい、いいですか。ちなみに唇でいいですか。唇でいいですよ。いいんですか。逆にどこだったと。いや、だからまあ、いや、唇は嫌です。私彼氏とかのとか、あ、そうだよな。で、ほっぺ、いやとかもあったり。いや、彼氏いないんで全然大丈夫です。へぇ、リップクリームとか塗ってきた方がいいですか。いやいやいや、いいです、そのままです。はい、俺もまあまあまあ、そのままで、はい。でよろしいですか。私いいですよ。あ、軽いですね。そんな、あ、本当ですか。大丈夫ですか。はい。わかりました。本当もっと清楚なんですよ、普段は。あ、はいはいはい。カメラがあるから。あ、まあまあ、ちょっと楽しくね。はい。じゃあ、わかりました。じゃあ、まず、締めるって失礼します。そういうなんか夜の飲みやな感じな感じしてきたんですよ。俺もすぐ離れようとしてごめんね、それは。逆にすぐ離れちゃったからごめん。それは高橋さんごめん。なんかでもこれが俺すげえ嬉しいわ、この微妙なズレというかね。うん、もう一回する？ダメ、俺めっちゃダメだ。もうダメ。あ、オッケー、高橋さんありがとう。あ、いいですか？いやいやいや。9.5 9.5。はい、すごいハキハキ元気で、手折れ注意したらこうちょっとベロ出てきたでしょ。あれ俺断ったでしょ、だからその 0.5 は俺の責任っていう 0.5 よ、今回本当10点待ってたけど、そう、本当ごめんね、こんなエロく捉えないでよ、もう一回したいって思ってたらずっと閉めた。いや、出てましたよ。出てた。もう一回。だからもうそういう時お前言えよ。もう一回どうぞって。若い二人お任せしますって言えよ。いや俺も言えないもん、自分から。ドスケベ親父ってなっちゃう。チャンネル登録よろしくお願いします。